はい、こんにちは、アッカープラスです。今回ですね、この前もね、豆乳自分でね作ってみましたけど、今回ですね、いわき市のね、内郷ですねにあります、福島県いわき市内郷にありますひまわり豆腐さんの豆乳です。こちらとにがり買ってきました。こちらですね、200ミリに対して5から10、結構アバウトです。なのでこれ500ちょっとあるので、まあ20ぐらいかなって感じはしますね。とりあえずこんな感じで作っていきます。はい、それではね、作っていきます。まず豆乳入れます。この前買ったのよりね、全然本当にドロッとしてる、すごいドロッとしてます。前のは結構サラッとしてた感じがありましたけどね、ドロッとしてますね。にがり入れます。はい、このぐらいです。それではね、スプーンでかき混ぜます。はい、10回。はい、反対も10回です。はい、これでラップをしてね、5分温めます。そしてね、3分いきます。はい、500ワットでですね、5分間温めます。そしてですね、温め終わったらラップをしたまま3分置いて出来上がりなはずですので、やっていきます。こんな感じ。はい、5分経ちました。開けます。はい、開けました。固まってるね。このままね、3分間置きます。はい、豆腐できました。それではね、開けてみます。あったかい。あー、ちょっとなんか破裂したっぽいけど、固まってる、いい感じ、美味しそうです。生姜で食べたいと思います。はい、こちらね、ひまわり豆腐さんのね、豆乳で作った豆腐です。それでは生姜やったので、醤油垂らしてね、食べてみたいと思います。この件でいいかな。はい、生姜ね、ちょっと乗せて食べます。お、プル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 です。食べます。すごい柔らかくてね、美味しい。豆乳で作る豆腐ね、本当最高。簡単にね、ちょっとできるので、皆さんもね、作ってみて食べてみてください。これ美味しいです。特別ね、ちょっとひまわり豆腐さんの豆腐使ってます、豆乳ね使ってますけど、普通の豆乳でもいけると思うので、ぜひねやってみてください。でもこのひまわり豆腐さんの豆乳で作った豆腐美味しいです。